ご視聴ありがとうございます。今回は短め展示動画になります。ちょうど予約が開始になるということで、まあ、少しでもご参考にしていただけたら幸いです。はい、ということで今回のフィギュアですが、メガホビエキスポ2023展示になりまして、アルタさんで東方プロジェクトレミリアスカーレット8分の1スケールフィギュアになります。よかったら見ていってください。はい、でまあ、メガホビーエキスポの動画でも、まあ、全体的なまとめでアルターさんまとめでも投稿してるんですけどね、レミリアに関しましては少し多めに撮ってきましたので今回すべて出させていただきます。はい、でその前にですね、あのアルターさんラッシュやばくないですか。9月末だけで綾波ライスシャワーでレミリア、あとルマランも来ますからね。4体も新作ぶっ込んできました。恐ろしいですよね。でまあ、そんな中でも、まあ、個人的にも特に注目、まあ、皆様もですよね、東方レミリアスカーレットになります。本日ちょうど予約開始になっていると思います。でこのフィギュアですね、すでに、まあ、フランドールスカーレットが発売になってまして、でそちらも本当に素晴らしくて、私もで視聴者様も今年発売されたフィギュアの中でも、まあ、特にお気に入りっていう方が多いフィギュアとなってましたので、まあ、こちらのフィギュアも買って一緒に飾るっていう方も多いんじゃないかなと思います。でまあ8分の1スケールという少し小さめで、キャラ自体も小柄ですからね。でもそれが、まあ、これだけ複雑な造形になっても、うん、フランドールを見る限りもう全然デコマスに見劣ることない製品仕上がってまして、今回のレミリアもですね、もうスーパークオリティフィギュアになるっていうのを期待できるんじゃないかなと思ってます。まあ、でも原型彩色はフランとは別の方がご担当されてるみたいですね。まあ、でも最高なことには変わりないと思います。でお値段もですね、多分、34,980 円でフランドルと一緒だと思います。あの前日編集なので間違ってたら申し訳ないです。でやっぱり今回もアミアミさん限定販売になるみたいですね。ということで割引もなければアミアミさんでしか買えないというフィギュアになってます。アルタさんでは結構珍しいですよね。でアミアミさんの秋葉原で土日展示されるみたいですね。私も行ければもう一度見てこようかなと思ってます。まあ、ですのでお近くの方、まあ、秋葉原行ける方はですね、ぜひデコマス展示見に行ってみてください。であとフランドールの方もまだ買えると思うんですよね。今アミアミさんって物流センターの移転をされているらしいので、結構な商品が販売停止になってまして、まあフランドールも買えないみたいなんですが、確か最近まで購入できてたと思いますので、また10月3日以降は復活するんじゃないかなと思ってます。でまあ今回のあのレミリアのタイミングでフランドールも再販とかでもないですし、まあ、今後入手がもしかしたら難しくなってしまう可能性っていうのもゼロではないかと思いますので、よかったらご一緒にチェックしてみてください。でまあ私ももちろんレミリア予約したいと思ってますので、うん、本当最近東方フィギュア熱いですよね。数がすごい多い気がします。まあ、ですのでまた開封も動画投稿できたらと思いますので、よかったらぜひまた見に来てください。はい、では以上になります。今回はアルターさんで東方プロジェクトレミリアスカーレットフィギュアの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。